皆さんこんにちは、川部ゆき子です。今日は自粛太りしないためにダイエットと運動についてお話ししていきたいと思います。緊急事態宣言が全国に広まって、お家の中で過ごす時間もかなり多くなったんじゃないかなと思います。そこですごく懸念されるのが自粛太りですね。外に出る機会は減ってるけれども、お腹は空く、おやつも食べたいですもんね。そうすると気がつけば体重計に乗った時となってしまうかもしれません。そうならないためにも皆さんお家で運動を心がけたらいいんじゃないかなと思います。そのために、ダイエットの方法、運動の大切さなど皆さんと一緒にお勉強していきたいと思います。私は2016年のトリンプのイメージガールをやってましたが、それはやっぱりね、体型の維持がすごく大変でした。食事も運動もすごい心がけてやってました。今日はね、そんな私だからこそ今までたくさん勉強してきた知識を皆さんと共有したいと思います。それでは参りましょう。本日皆さんにお伝えするのはこちら、太らないダイエットするにはどうしたらいいの。すごいシンプルですね。さあ話進めていきますが、まず結論から先に言っちゃいます。こちら、摂取カロリーと消費カロリーのバランスが全てなんです。もうこれがもう答えです。どういうこと？と思う方もいるかと思いますが、さあどんどん紐解いていきましょう。まずね、摂取カロリーと消費カロリー、これ分かりやすく例えてみると、まずこちら、貯金箱だと思ってください。ここの貯金箱に、お金を入れます。そしてお金を消費する。このバランスによって貯蓄がどれぐらいあるか、どれぐらい貯まるのか、減っていくのかっていうのが変わってきますよね。私たちの体も同じです。この貯金箱が自分たちの体だと思ってください。で、入れるのは摂取量、食べた量、そして日々消費もします。これが運動した量、摂取カロリーですね。これが、食べた量が多ければどんどん脂肪が増えていきますね。運動すればするほど脂肪は減っていきます。こういう単純なプラスマイナスの計算で太るか痩せるか結果として出てきます。つまり摂取カロリー、食べた分よりも消費カロリーの方が多ければ痩せるということです。すごい単純なこと、多分皆さん知ってると思いますが、これがなかなかうまくできないから困ってるわけですよね。なので一番気になるはここ、どうやって消費カロリーをアップさせたらいいのかっていうことですね。今日はこのあたりにもお話を進めていきたいと思います。さあまず消費カロリーについてまずねお話をしましょう。消費カロリーとはつまりこちら、代謝量のことです。代謝、代謝ってよく聞きますが、消費されるカロリーのことだとここでは考えてください。まず代謝量には大きく分けて2つあります。まず1つ目こちら、基礎代謝量、そして2つ目が活動代謝量です。なんだか言葉がちょっとずつ難しくなってきましたが、説明していきましょう。はい、1つ目の基礎代謝量、聞いたことある方たくさんいると思います。はい、こちらはですね、生命維持のために必要なエネルギー、簡単に言えば運動を全くしないで一日中ずっと寝てても体を動かさない、ただただ生きているだけで消費されていくエネルギー、カロリー、その量のことを基礎代謝量と言います。こちらなんとここにね、さらっとすごいこと書いてあるんですけれども、皆さんの1日のうち消費されるカロリーの女性の場合6割から7割がこの基礎代謝量を占めてるそうです。男性の場合約 70% を占めてるそうです。ここすごいポイントになります。さあここを押さえて次に参りましょう。はい、2つ目の
活動代謝量、はい、残りの 30% がこれを占めます。活動代謝量は動きを伴った活動をする際に消費されるエネルギー、つまりよく言うウォーキング、ランニング、あと筋トレしましょうっていうその運動ですね。運動で消費される分はこちらの活動代謝量というところに入ってきます。さあ、先ほどパーセンテージのお話ししました。そうなんです、実は皆さんが一番気にしなきゃいけないこの1日のうちの消費カロリーのなんと6割から7割が基礎代謝量ということなんです。一生懸命運動しましょうって言いますけど、頑張った分はこの 30% 分にしか入ってないんです。ちょっと悲しい現実。つまりね、この基礎代謝6割7割を占める基礎代謝がめっちゃ大切ということを今日ね、皆さん覚えていただけたらなと思います。はい、この基礎代謝量が多いとどうなの？つまり太りづらい体になる、言い換えると痩せやすいということです。基礎代謝量、本当に大事。つまりダイエットをするためには、太らないためには、基礎代謝をアップさせるという方法が意外と効率がいいっていうことなんですね。さあ、そこで気になるのは基礎代謝量をアップさせる方法です。こちらの話をしていきます。それでは基礎代謝、こちらの内訳見てみましょう。筋肉、肝臓、脳、心臓、腎臓と、いろいろありますが、この中で自力でなんとかできそうな項目ありますね。はい、こちら筋肉量です。 22%、 約 22% を占めてる筋肉量、これは皆さんご存知、筋トレをすればアップできますね。ということで、筋トレがめちゃくちゃ大切なんです。世の中よくね、筋トレしましょう、ダイエットするためには筋トレが必要ですよっていろいろなところで言われてると思いますが、これがその理由です。皆さん、運動したくなってきましたか？筋トレしたくなってきましたか？このね、メカニズムを知ってるのと知ってないのでは筋トレのモチベーションが全然違うと思います。今日は、このことを踏まえて皆さんと一緒に筋トレをしていきたいと思います。それでは早速一緒に筋トレしていきましょう。今日ご紹介するエクササイズはお腹周りに効くエクササイズです。ぜひとも続けられるように頑張りましょう。まずはフロントブリッジです、はい、こちらはすごく有名なものですが、まずですね、床に手のひら、膝をついてうつ伏せ状態、はい、ここからスタートします。息を吐きながら体をまっすぐに持ち上げましょう。はい、お尻が低すぎず高すぎずまっすぐになるような状態で続けます。それでは30秒頑張りましょう。この体勢がもうきつい、最初からきついという方は、この膝をついたバージョンでも大丈夫です。それでは参ります。用意スタート。顔は前を向いて、息は自然に、お尻が下がらないように体がまっすぐ、はい、お腹周りに効いてますよ。ぽっこりお腹の解消と姿勢の改善、はい、30秒結構効きますね。これは姿勢の改善とか、あと体幹のトレーニングにもなるので、ぜひとも続けてください。まだまだ頑張れるよという方は40秒、50秒とちょっとずつ長くしていただいて、最初は無理せず1セット、まだまだ続けられるよという方は、2セット、3セット、ね、
どんどん続けていただけたらと思います。それでは少し休憩したので次のエクササイズに行きます。はい、今度はサイドブリッジです。先ほど縦でやりましたが今度は横バージョン。これも体がまっすぐになるように心がけましょう。腰が落ちないように上がらないように気をつけてください。そして体は前のめりにならないようになるべく真横ですね、維持してください。これがねきついなっていう人は同じように、膝バージョンでも大丈夫です。さあそれではやっていきましょう。準備はいいですか？それではまた30秒いきます。よーいスタート。はい、脇腹鍛えてますよ。フラフラしないように、腰が下がらないように上がらないように体は真横真横です。さあ頑張って。こちらはウエストの引き締め、ウエスト効いてますよ。はい、頑張れ。あともう少し、4、3、2、1、はい、下ろして、はあ、結構くるぜ。はい、じゃあ次反対いきますよ。同じように反対側いきます。それでは用意してください。いきます、よーいスタート。はい、まっすぐ、ここに効いてますからね。こちら脇腹を意識して、はい、これが長くできればできるようになるほど素敵なくびれが近づいてまいります。みんなで一緒に頑張りましょう。はい、まだまだ余裕だという方すごいですね。4、3、2、1、はい、終了。ゆっくり降りてください。おぉ、ここ肘も結構痛いですねはい、本日は2つのエクササイズ1セット分みんなで一緒にやりました。もうね無理だっていう方は今日この1セットだけで大丈夫だと思います。まだまだ頑張れるよという方、まだ限界は来てないぞという方は、今のやったやつ2つのエクササイズですね、最後のやつは右と左両方なので、3つ、これを1セットと考えていただいて2セット、3セット、全然頑張れる方は5セットできるように頑張ってみましょう。それでは今日のエクササイズは終了です。お疲れ様でした。明日も一緒に筋トレ頑張りましょう。